ち払いつつ敵手を突破するぞ。偵察のつもりか。ならばもっと隠密にせよ。動きが筒抜けの偵察隊など投資はせんぞ。時の要所ってやつか。はっ、くれ、古たちがぶっ潰す。はっ、敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。敵を蹴散らせ。我らの進む敵は誰にも阻ませぬ。お、あそこが敵の要所ってやつか。くせ、俺たちがぶっ潰す。攻略目標は決まった。はっ、進め。
勢い、誰にも止められますまい。決まった、いざ進軍開始。敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。やはり今日優勝取りで落としに来たか。この長英様か、返り討ちにしてくれよ。この牛首を抜かれるわけにはいかん。兵器の用意を。長英様、兵器はありません。竜陽様が局外へ逃げるときに持って行って。なんと、それは仕方あるまい。兵器などいらん、最初からなかったのだ。政府殿が真の三国無双か。目立つのに私は関係ないのか。我が輩の仕込み感じろ。なんという武勇。敵将我が輩が討ち取った。政府殿の活躍にはため息しか出んな。どうやったらその年で息切れしないのか。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。かなわなかったか。いや、大将のゾンビや。この結果は必然か。この勝利、我が戦績に加えん。その勢い、誰にも止められますまい。勝利、
我が戦績に加えん。敵将我が輩が討ち取った。お前と戦えるのか。竜陽殿のもとへは行かせんぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。勝負に水を差すというのか。なんていうか、手本を見せてやろう。孫作軍の強さはどこにある。かと心に刻め。それだけではない。戦う意味、志の差か。ここで防御の陣を敷く。各自すぐに準備しろ。この勝利我が戦績に加えん。デーフ殿の活躍にはため息しか出んな。どうやったらその年で息切れしないのか。奴らを勢いづかせるな。
すやすとはくれてやらんぞ。兵器を出せ。しかも心に刻め。敵の足場を崩し、戦意を損。黙らせてやろう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。強すぎる。昇波王の攻め、まさに日の出の勢いか。無事五軍を制圧することができました。援護に感謝します。我らは極和の竜陽のもとへ向かいます。江東平定、いよいよ見えてきましたな。この勝利、我が戦績に加えん。デーフ殿の活躍にはため息しか出んな。どうやったらその年で息切れしないのか。では竜陽がいる極和へと軍を進めましょう。この勝利、我が戦績に加えん。さすがです。
の要所を叩く。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。ここは三越の拠点のようだ。いや、気を引き締めて進むぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。てめえら、俺たちの土地から出て行きやがれ。なるほど、こいつらがそうぞ。なら倒して竜王への手土産にしてやるぜ。今こそ敵の要所を叩く。さあ、なんて強さだ。野郎ども、一旦引き上げるぞ。これは敵の砦の鍵か。三越の民は竜陽軍と組んでいるようだな。この勝利、我が戦績に加えん。その勢い、誰にも止められますまい。ここで防御体制を取るのだ。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。おのども、かかれ。などないぞ。あの王老殿が。よし、我らも下ろう。己可愛さに逃げる竜陽などもう知らぬ。五軍も海警軍も孫策に制圧されたってよ。もうダメだなこりゃ。俺は降りるぜ。孫策、調子に乗り寄って、いずれその勢いが災いを呼ぶであろう。よし、これで東東一帯は制したな。いや、勝ち時を上げろ。俺たちの勝利だ。親父、見ててくれたか。東東に孫悟あり。これで孫策殿の名は天下に轟くでしょうな。よかったよかった。殿が思い描いた夢が孫策殿の手で
泣くでない関東、若造たちに侮られるぞ。いいではないか、テーフ。皆で力を合わせ、勝ち取った戦果なの。みんなの夢が叶ってよかったね。ああ、そうだ。これは俺たちみんなの夢だ。みんな、本当によくやってくれた。孫作、太子寺を連れてきた。もはや悔いはない。敗将として生き恥をさらす気もな。さあ孫作殿、この首を打たれよ。太子寺、死んだって面白くなんかねえぜ。そんなにどうでもいい命ならよ、お前の命俺に預けてみねえか。なんと。俺はこの孫をもっとでかくしてんだ。みんなが安心して暮らせるくらいでかく強く。そうじゃねえとこの地に立った意味がねえ。そのためにはお前の力が必要なんだ。孫作殿、俺にも同じ夢を見させてくれるのか。ああ、決まりだな。太子寺、今日からお前は。作兄様、相変わらず勢い任せね。ええ、ですが孫作の勢いと熱さは素晴らしい。それは適した者の心にも火を灯します。太子寺がそうであるように、これからもきっと。姫様、孫作は必ずや天下に勇飛します。彼の孫悟の快進撃はこれからです。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいただくことで大義を得る。一方、二大派閥の一派袁術は徐々に劣勢に追いやられていた。彼は焦りのあまりとんでもない暴挙に出る。亡き孫権より奪った玉璽を手に帝を戦勝、自分こそが正当な統治者だとして諸侯に臣従を呼びかけた。だがそれは袁紹に袁術を討つ口実を与えることになる。袁紹は袁術を逆賊となじり、討伐に向けて動き始めた。直？ああ、帝からの命が届いた。不尊にも帝を戦勝した逆賊袁術を討てと。だがこの命の背後にいるのは曹操だ。袁術自身は小人とはいえその勢力は大きい。帝位の戦勝を口実に袁術の排除に動いたのだろう。まあその辺の事情はいいさ。けど袁術もおかしなやつだぜ。天下を取ってもいねえのに帝を名乗るなんてよ。実よりも名を取る、そういう男もいるということだ。君とは真逆だな、孫作。君は口頭に
炎術に被験する勢力を築き上げた。ただ己の力で術を勝ち取ったのだ。今や君の動きは天下万人の注目するところだろう。さあ、どう動く孫作。君の決断が天下の行く末をも左右するのだ。北に進むならどの道炎術とは戦うしかねえ。それに親父の剣で借りもある。後ろに曹操がいようと消直受けるしかねえな。けどよ忠、曹操ってのは底知れない奴だな。覚えてるか、奴のあの威風。ああ、いずれ炎術などよりはるかに強大な敵となるだろう。敵だよな。いつかは戦わなきゃならねえ。その時はきっと天下の覇者を決める戦いだ。それまで他の奴らに負けるわけにはいかねえな。ことの次第は話した通りだ。我ら孫悟は曹操と協力し炎術を討伐する。諸将は軍を率い樹春攻略に向かってほしい。私も後ほど合流する。以上だ。皆の優先を期待する。気に入らんな。いつから周囲は我が輩に加盟する立場になった。良いではないか。若者に道を譲り脇を支えるのも子さんの役回りよ。作人様は周囲に絶対の信頼を置いてるの。政府の気持ちもわかるけど認めてあげて。うん。それに若いとはいえ周遊殿の知略は見事だ。まさに憔悴の器と言えるだろう。新参の若造が知った風な口を。新参だからと俺を低く見ますか。闊達な孫作殿の臣下ともあろうお方が。おいおい、険悪な空気を出すなって。ほら周太も何か言ってやれ。全然喋らないやつだな。俺より目立ってなくて大丈夫か。何か言ったか。お前わざとか。そんなに俺は影が薄いかよ。こら、みんなでギスギスしててどうするの。これから戦なのよ。失礼、姫様のおっしゃる通りか。すまない帝府殿、俺もつい熱くなってしまった。気をつけよう。いや、俺もムキになることはなかった。いやはや、姫様にかかれば皆赤子のごとしですな。もう何よそれ。さあいいから行きましょう。炎術が立てこもってる樹春を攻略するわよ。まあそんなわけでよ、曹操と組んで炎術を攻めることにしたぜ。あの曹操が味方とは心強いですね。共に戦うのは董卓との戦以来でしょうか。ああ、今回の戦、まず負けはすまい。だが、どう勝つかが重要になる。今後も続く戦乱に向け、力を蓄えられるか、それを見据えながら戦わなければならないのだ。すまない。お前たちには、また苦労をかけちまうな。孫作様のためなら私どこへでもお供します。たとえ火の中でも水の中でも。私だって周遊様のためならどこにでも行くよ。じゃあ行くぜ。みんな樹春に攻め込んで立てこもる炎術を打つんだ。炎術を打つことになるか。
周囲はこれを見越していた節がある。先見の明はあるようだ。だがそれがどこまで通用するか、この帝特防がお主の才を見極めてやろう。よう、ソーサー、董卓の時以来か。おお、孫権のせがれか。さすが高等の虎の息子、立派に成長したようだな。孫権は惜しいことをした。あの男は間違いなく一代の英雄であった。ありがとうよ、その言葉。きっと親父も喜んでるだろうぜ。けど今は昔を懐かしむ時じゃねえだろ。うん、そうであったな。こたびの演術討伐、孫家の働きに期待している。若き虎よ、存分に暴れてくるがいい。ああ、言われなくてもやってやるぜ。行くぜみんな。今までの借り、演術にたっぷり返してね。敵の要所を叩く。炎章殿に会い和解を取り付けねば。陽光、鬱陶しい劉備軍は任せたぞ。劉備軍など雑兵の集まりよ。この陽光の相手になる者などおるまい。戦績に加えん。おお、よくやってくれた。失敗です。もうどこからも助けは来ないってことか。それじゃ勝ち目なんかないだろう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。Ugh!
標は決まった。進め！この地は我らのもの、断じて渡さぬ。お見事な戦ぶりです。敵の勢いもはや止められぬ。私は逃げるぞ。激戦闘法とは邪魔な風上にも置けぬ。その腐った少年叩き直してやる。剣業が落ちるとはなぜこのような目に遭わねばならぬ。この勝利我が戦績に加えん。いいぜ、その調子だ。様が敗走しました。剣業は孫作軍の手に落ちた模様です。敵はますます調子に乗ろうや。進行に備え急ぎ守りを固めよう。劉備軍か、煩わしい連中だ。とっとと追い払ってしまえ。行くぞ。この目標我らの部で制す。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。足らなきゃ奪えばいいんだよ。ここにいっぱいあるじゃねえか。命あっての物種だろうが、さっさと蓄えを出しやがれ。ずらかるぜ。食い物より命の方が大事だ。負けちまったか。食料がなけりゃもう戦えねえ。皆様のおかげで食料は全て無事でした。なんとお礼を申し上げたらよいか。この勝利我が戦績に加えん。素晴らしい働きを見せたな。何か食えるものはないのか。こんな状態で戦うなんて無理だ。補給物
ったのが運の尽きだぜ。氷は俺たちがもらった。コアラ、勝手に触っちゃダメ。それは私たちのものなんだから。いってって、格好の獲物を逃がしちまうとは。これでご飯をみんなに届けられるね。曹操が来たのと。あやつだけはわしに近づけるでないぞ。帝である陳を前にして無礼な奴らで、誰かあやつらを打ち払え。孫策か、いまいましい。即刻孫権のところに送ってやる。機を逃してはならぬ。攻め抜け。行くぜ。この戦で終わった。敵を押し込むぞ。続け。バカだ、ありえぬ。このような無様を陳が晒すなど。これでけじめはつけられたな。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。よっしゃ、俺たちの勝ちだぜ。みんなよく戦ってくれた。見事な働きに感謝する。ふん、若輩者にしては悪くない式だったか。うん、そうよな。孫策殿や周遊殿の若き力とわしらの老練の分、これが合わされば向かうところ敵なしよ。俺も老練の方に入れられてんのかな。まだ若いつもりなんだがな。いい陣容だ。偏実なき今、後藤は一定の安定を見る。これで腰を据えて次の戦の準備ができる。次の戦？まだ倒すべき敵がいると。ああ、俺たちは巨匠を攻め曹操と戦う。なんと曹操は今手を組んだばかりの相手です。演術が片付けば曹操にとって次の敵は袁紹。河北の雄との決戦に向け軍を動かすだろう。我ら孫吾はその後輩を突き巨匠を落とすのだ。巨匠を落とせば我ら孫家は中原へ入る。それは天界の大きな一歩か。周囲、なんという策を。いくらなんでも無茶というものよ。帝府殿、お主も言ってやってくれ。尋常な策ではない。だがそれゆえに敵の虚をつける。そういうことか周遊。ご明察の通りです。承知した。やってみせよ周遊。帝府殿。若さや熱さに浮かされたわけではない。
勝機があると踏んだまでのこと。お主までもがそういうか。ならばわしも一肌脱ぐとするかの。周遊様すごい、私その作戦大賛成。孫作殿と周遊殿ならばこその一手か。面白い。この俺も全力を尽くそう。ありがとうみんな。まあすぐに攻め込むってわけじゃねえ。曹操と袁紹の動きを見つつ準備しねえとな。今はまず帰ろうぜ、俺たちの孫悟によ。やりましたな殿。あとは袁紹を倒せばもう殿を阻む奴はいませんや。いや、真に恐るべきは孫作。わしは孫権が倒れれば孫権などついえると思った。だが奴はわずか数年で高騰の覇者となった。そしてこたびの戦ぶりよ、わしの波動を阻むのはあの若き虎やもしれぬ。あの小僧よね。さてどうでしょうか。私にはそうは思えません。おお、なぜだ。書くかよ。孫策は高騰にはびこる勢力を一掃しました。それに対して伊豆霊家、精進が英雄を止めるか。つまらぬ話だが考えられるな。思えば孫権の死もまた。だが孫家は竹木虎の群れ。いずれその一頭がわしと並び立つやもしれん。その時虎はどん。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。兄上はどうされたのだ。巨匠攻めの準備で忙しいこの時、兄上の指示を仰がねばならないことも多い。もう少し。伝令伝令、大変です。孫作様が狩りの最中に襲われたとのこと。得体の知れない者らに包囲されているそうです。何、まさか高騰の諸侯の残党か。そんな、急いで作人様を助けに行かなきゃ。兄上どうかご無事で。なんということだ。孫悟の天下はすぐそこに見えているという。孫策、こんなと。あれ、もしかしたら孫策様のところにいるのかも。大変、私が助けに行かなきゃ。待っていろ孫策殿。今こそ報恩の時、俺が必ず孫作殿を救い出してみせる。政府殿。兄上を教師からお助けせねば。急いで情報を集め兄上のもとへ向かうぞ。
味方するものか。この浮きつの道を阻むならば容赦はすまいぞ。孫策殿は我らの希望、この身に変えてもお守りせねば。この身は幻影よ。本物のわしは剣業場におる。孫白虎と共にな。幻影とな、あやつは一体何者なのだ。はっ、よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。この勝利、我が戦績に加えるな。さすがテーフ殿、天気が違うとまさにこのことや。他の地を制す、みんな俺についてこい。あの要衝を抑えた方が勝ちそうじゃの。急行せい。私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。報告、各地で不吉らしきものが目撃されています。巨鋼の姿も確認されています。おそらく奴も孫策様にあだらすものかと。この旅の相手、浮きつはただものではない様子。普通に戦っても倒せますまい。浮きつは罠を張り巡らせているようです。まずは奴めに関する情報を集めましょうぞ。気を切らせ。我らの進む先は誰にも阻まぜぬ。敵を切らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。よし、ここで防御体制を取るのだ。私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。敵の要衝を叩くのだ。さあ参ろうぞ。今こそ敵の要衝を叩くのだ。さあ参ろうぞ。ここまでか。だが先生、この勝利、我が戦績に加えん。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。
浮津ってやつの情報を知らないかって。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。ここは誰一人通さんぞ。出やがった。あなた早くこいつらを何とかしてくれ。敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。ガッピに商品を届けられる。そういや、浮津の話をするって約束だな。俺の同業がガッピでそいつを見たんだとよ。なんでも水が枯れたところに雨を呼ぶらしい。まるで救世主みたいに扱われてたってよ。どうにもうさんくさい話だけどな。まあ、ガッピに行けば何かわかるだろうさ。この勝利、我が戦績に加えん。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。本幕府は高騰に戦火なす騒乱の申し。なのに不明なる者らは奴を小覇王と勝つ。かような愚虚、何としても止めねば。このわしの姿はその憤怒の表れよ。我が幻影を打ち破る。だがわしは孫博と共に剣業の城におるわ。幻影が消えようと我が憤怒は消えん。必ずやお主らの道をついえさせようぞ。
んてことだ。これでは剣業に戦争を送れないではないか。この勝利、我が戦績に加えん。さすがテーフ殿、年季が違うとはまさにこのことよ。さ、そうだ、これが。くっさ、追っかけてきやがったか。けど優勝取りでまで逃げればこっちのもんよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。この勝利、我が戦績に加えん。お見事な戦ぶりです。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。この白布を止めぬ限り、冒頭の地は錆みゆく。それはやがて人々に病をもたらそう。この白布の腹から言わせてやろう。お主らには分かるまい。このわしの姿はその焦燥の現れよ。我が幻影を打ち破るとは。だがわしはハツオン博士と共に剣業の城におるわ。幻影が消えようと我が焦燥は消えん。必ずやお主らの明日を閉ざしてくれ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。ウキッツ様のお導きが消えるとは。これでは剣業へ戦争を送れない。この勝利、我が戦績に加えん。どんどん行っちゃえ。
んだ。高騰を収めても戦は絶えぬ。戦が憎悪を呼ぶ限り人々の魂は救われぬ。孫白府の腹からよ、お主らには分かるまい。このわしの姿はその慟哭の現れよ。陣営を退けるとは。しかしわしは孫白府と共に剣業の城におる。幻影が消えようと我が同国は消えぬ。必ずやお主らの台頭を阻んでくれる。なんてこった。浮吉様が消えちゃ剣業に戦争が遅れねえ。この勝利我が戦績に加えん。デーフ殿の活躍にはため息しか出んな。どうやったらその年で息切れしないのか。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。ひとまずあの辺りを抑えておくかの。者ども、かかれ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。孫白府、お主は乱世を深める強勢よ。故にその光、わしが今ここで消してくれん。くそ、ふざけたこと言いやがって。気をつけろ、こいつ妙な力を使うぜ。今この場にわしはただ一人にはあらず。あまたいる我が幻影がお主らをなぶろう。この一帯はすでに我が術で包み込んでおる。孫白府の腹からよ、
深き霧の中で惑い続けよ。飛ばせてやろう。なんと霧が消えてゆくとは。まさかわしの術が破られたというのか。武吉様、ガッピからの戦争の補給が来ません。このままでは壺の煙が尽きてしまいます。孫白府の腹からめ、ガッピに手を回したか。これではもはやこの幻影の身を保てんな。山岳砦からの戦争の補給が途絶。壺の煙はもう尽きる寸前です。黙らせてやろう。おのれ、山岳砦の者らを狙うとは。煙が消えてはこの幻影の身も持たぬわ。ここが似てるってだけでなぜこんな目に。剣業場の前は炎で塞がせてもらった。お主らは場外で孫白府の最後を見届けよ。戦争の煙が全て消えるとは。これでは剣業場前の炎も消えてしまうか。あの炎も奴の力だったってのかよ。けど黙らせてやろう。今が好機だぜ。浮き筒を撃つんだ。やりえん。わしの術が破られこの身もついえるなど。だが一人で死にはせぬ。強制孫白府、お主の天命も道連れよ。ありがとうよ。おかげで助かったぜ。けど今回は心底疲れちまった。伝令、浮き筒を撃破しました。ですが逃げ去る姿は若い男のようだったとのこと。立ち止まるはずじゃなかったのによ。孫作、弱気など君には似合わないぞ。兄上、兄様。この先の孫悟はお前に任せたぜ。兄上、そんな私では。俺は親父を気にすることはねえ。ケン、お前はお前らしく信じた道を進め。じゃあな、孫悟の未来楽しみにしてるぜ。孫作、兄上。兄様、兄様、兄上、兄上、兄様。
そうか、半数が出ていったか。致し方なし。おそらく今後も離脱者は出るであろう。加えて海警路領に反乱の気配もある。今孫吾の地盤は危ういと言えような。それこそ致し方ないことだ。私は兄上ではない。今まで通り使いよというのは無理な話だ。テーフよ、お前も私に気兼ねすることはない。これまでよく孫家に仕えてくれた。今後はお前が思うように生きよう。父上、兄上、もう私たちだけになってしまいました。この先どうするの、ケン兄様。わからん。少なくとももうこれまでのようには進めまい。ねえケン兄様、私たちで孫吾を立て直しましょう。孫吾は父様と作兄様が建てた国だもの。その思いを、夢を二人で受け継がなくちゃ。翔子、私は父上や兄上の足元にも及ばぬ男だ。私には孫文代の威風も孫白府の覇気もない。そのようなものが立ったとて従う者などいるまい。ケン兄様。そんなことはありません。孫賢様には私たちがおります。お前たち、なぜ。少しは目が覚め申したか。テーフ、これはお前が。若輩者を頼るのはいささか尺でしたがな。孫作殿を失ったのは痛恨の極み。孫賢殿の悲しみは俺たちには計るべくもない。だが孫家には、孫賢殿にはまだ俺たちがいます。目立たなくたっていつまでもそばにいますよ。今さらどこにも行けませんわい。この高校服、生涯最前線で戦いましょうぞ。この命、孫賢様のために。みんな孫賢様と一緒にいるよ。孫作様だっていないけど一緒だよ。お姉ちゃんもそう言ってたもん。孫賢様、前へと進んでください。孫作様の分まで。姉上。孫賢様、いえ殿、まだ誰も諦めてはいません。孫吾の夢、時代につなぐのです。ああ、父上、兄上、申し訳ありません。私は何も見えていない愚か者でした。孫吾にはこれほどの仲間がいる。それでどうして夢を追えないことがありましょう。私は父上でも兄上でもない。その当たり前のことが何だというのでしょう。みんな、私は誓おう。もう二度と弱音は吐かぬと。孫吾のためにこの命を使うと。ケン兄様。孫作、君を送るのに涙は見せまい。私たちはこれからもこの血潮の熱きままかけるのみ。君はそこから見ていてくれ。孫吾の旗が天下にたなびく様を。目標に向かいます。私の後についてきてください。攻略目標は決まった。進め。
場所見つけちゃった。じゃあみんな張り切ってこう。いい場所見つけちゃった。じゃあみんな張り切ってこう。いい場所見つけちゃった。場所見つけちゃった。じゃあみんな張り切ってこう。目標は決まった。いざ進軍開始。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。曹操軍は関東で袁紹軍を破った。袁家は勢いを失いやがて滅亡。そうか、袁家が滅んだか。はっ、袁紹の一族はことごとく撃たれた模様です。残された袁家の兵馬は曹操が接収したとのこと。分かった。お前たちは引き続き曹操の動向を監視してくれ。承知いたしました。中原から河北一帯の掌握、曹操はまさに憂飛したか。だがならば孫悟はどう動くべきか。このままでは。殿、新参の者たちの様子はどうだ。筋はいいようです。ほう、周隊が褒めるとはな。これはよほどの欠物。連部やめ。お前たち殿に挨拶せんか。これは気づかず失礼いたしました。自分は序文教と申します。殿が人材を求めていると聞き、ここに。それがしは天正苑、ふるさとの美しき風景を守るため参りました。私は陸白玄と申します。陸家の再興を期し、孫悟のために尽力します。そしてこの俺、守義法もいます。孫権殿の学友としていつでもお役に立ちますよ。主膳は相変わらずだな。皆私の呼びかけに応じてくれたこと感謝する。知っての通り、今孫悟の置かれた状況は厳しい。北には曹操、南には三越雷民族、これらに対抗するための新しい力が必要だ。私は孫悟を守りたい。父と兄から受け継いだこの地と夢を守りたい。はっ。孫策が行ってから3年、領内の安定と人材の登用に尽力してまいりました。それらの成果も未だ十分とは言えない状況です。しかしそろそろ動かねばなりません。曹操は北を制し中原の覇者となりました。南進はもはや時間の問題です。これに対抗するためには河口の高祖を攻め長江河岸を抑えねばなりません。
将校を天然の堀となし、曹操の軍を防ぐのです。父上は高祖の配下、旅行に打たれた。いわば高祖は敵、打つことに依存はない。だがその先に待つのは曹操の大軍。本当に大丈夫なのか。そのための策を講じるのが私の責務です。周遊、何の、そう深刻になることはありません。たとえ勝てずとも負けねばよいのです。曹操と天下を分け合い、北と南で均衡を保つ、すなわち天下二分。露宿の言う通りです、殿。当面の間、曹操とは決戦を避け、力を蓄えるのです。うん、周遊と露宿、二人の智者が口を揃えるか。ならば私から言う。ところで露宿よ、本当に良かったのか。縁があったとはいえ、私に仕えてくれるとは。だからこそお仕えしたいのです。孫権殿は必ずや大業をなすお方。これからの道、どうか俺の力を使ってください。それに孫家に仕えるのは亡き孫権殿との約束。あの時の言葉も思いも俺の中に生きています。そうか、ありがとう、露宿。きっと父様が露宿を連れてきてくれたのね。会談中失礼いたします。姫様、お呼びと伺いましたが。ああ、レイシー、ちょうどいいところに来てくれたわ。紹介するわ、兄様。私の護衛を務めてくれているレイシーよ。これから何かと一緒になると思うわ。だから一度紹介しておこうと思って。レンシと申します。どうぞお見知りおきを。あの、孫権様。あ、いや、すまない、少し考え事をしていた。レンシよ、将校のことよろしく頼む。はい、この身に変えましても。兄様そういうことね。さあ、そろそろ行きましょうか。高祖を攻めて過去を抑える。うん、皆、高等の虎は健在なること、天下に示すのだ。下降攻めとはな、周遊め。ここで焦るようではまだまだ若輩よ。いな、なればこそ我が輩が優先せねば。高祖よ、覚悟しておくがいい。